見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。今年の中学入試では、首都圏の御三家と言われる超難関校が軒並み死亡者数を減らすという異変が起きたが、来年度もこの傾向は続くのか。大手塾模試での死亡状況や他の難関校の動向も含め、中学受験に詳しい安田教育研究所の安田理事に予測してもらった。アスタリスク、アスタリスク、アスタリスク1年度の中学入試では、東京の男子御三家、麻布、開成、武蔵、神奈川の男子御三家、浅野、栄光学園、聖光学院の6校すべてが前年より志願者数を減らしたが、こうした事態は過去になかった。女子はここまで極端ではなかったが、東京の女子御三家、桜蔭、女子学院、双葉のうち増えたのは桜蔭のみ。神奈川の女子御三家、フェリス女学院、横浜共立学園、横浜双葉も増えたのはフェリス女学院のみ、横浜共立学園は買い目は増えている、だった。このように一校の内蔵はわずか校に過ぎなかった。千葉、埼玉に目を移しても、千葉の御三家、市川、渋谷教育学園幕張、東邦大学附属東邦、埼玉を代表する浦和明の星女子、海地、栄東はすべて減らした。このように一年度入試は実に得意な年であったと言える。御三家、敬遠の影響。なぜこうしたことが起こったかといえば、コロナの感染を恐れて出願数を減らしたことが大きい。受験校を絞るとなれば、合格の可能性が低いところから外すのは当然である。御三家からチャレンジ層が離れたということだ。千葉、埼玉はこれに加えて、交通機関を利用して遠くまで受験に向かうことで感染を心配した、という要因が加わる。特に千葉の減少が著しかったのは、万が一入試解禁日の1月0日以降に感染したら東京、神奈川の解禁日である夏1日までに回復が間に合わないからである。埼玉は1月10日解禁なのでまだ間に合うと踏んだ家庭が多かったと見られる。こうした御三家の動向が他校にどう影響したかといえば、東京の男子では海城、駒場東邦が増加し、早稲田は減、神奈川の男子ではサレジオ学院、寿司改正が増加。女子は桜遊学園女子、豊島岡女子学園が増加、吉祥女子、松栄女子学院は微減、と、次のレベルへとシフトしたことが見て取れる。神奈川でも、今女子最難関とされ、先進的な教育内容で評価が高い専属学園も減少、鎌倉女学院は微減。こう見てくると、神奈川の女子は県内の女子校ではなく、共学校へシフトしているか、東京に流れていると思われる。入試には学年減少がつきものだが、では、0年度はどうなるのか。